えー、こんにちは、速回のです、えっと、私がね10代の頃とか、まあ、20代の頃もかな月収100万っていうと夢幻の商業かと思われてたというふうに覚えてますね。もちろん高い収入の上がってる人っていうのは世の中にどっかに言えたんでしょうけども大会社の社長とか大人主とかねそういった別世界の出来事かと思ってました。うん、でこれが今普通の人でも金持ちになれるっていうね これなんでなのかっていうと、前回吉谷さんが言われたようにテクノロジーのおかげなんですよ。インターネットというテクノロジーのおかげで、一つの作業が10倍とか100倍とか1000倍とかになってね、返ってくる。例えば今撮ってる動画ですけども、この動画って、えー、動画を録画するのには1馬力なんですよね。でも再生数が1ってことはないと思うんですよ。再生数が10なら、1で、 作ったものが10に広がった、10倍になったっていうねレバレッジが効くと思いますし再生数が100だったらかける100なんですよねでもやっぱり1動画で100万再生される方とかって結構いらっしゃると思いますけども一つの馬力で100万馬力にこうつり合うと言いますかね、そういう風な効果が出るってことは工場で1日働いて例えば8000だとしたらこれがだから100万倍になるってことですよね800万、なんかいくら だからこのテクノロジーがあの売り上げを加速させることをちょっとねわかりやすい例えで言うとそうですねなんか人力車の時代っていうのは東京大阪間それはとてもじゃないけど1日2日で行けなかったと思うんですよ人力車の時代は。でも今は普通の人でも車に乗ったり新幹線に乗れば多分1日というかね数時間で行ったりするんじゃないかなと思うんですよね。だからこれががテクノロジーが 不可能を可能能をにするってことかとか思うんですよの、まあ、で,で収入が今ね、まあ、少ない方でもテクノロジーをちゃんと使えば高い収入が得れるし自由な暮らしが手に入るのかなと、まあ、要するに何が難しいかっていうとテクノロジーを手にしているのかどうかってことなんじゃないかなと思うんですよね。